さあ、次の最終一回。あんたが返事してどうするのよ。次の相手は、うん、ちょっと野暮用でな。そうか、ならいい。ところでお前は誰だ。蛇女の皆さん、はじめまして、あやめです。よろしくお願いします。何が起こる。ああ、すまない。明らかに足手まといな感じだからな、つい笑ってしまったよ。なんですって。明らかな足手まといっていうのは言い過ぎですけど。そっちだけ人数が多くて卑怯よって言おうと思ってたけどやめるわ。皆さん、お待たせしました。ああ、イカルガさん、聞いてください。蛇女の方々、ひどいんですよ。行ってきます。試合で死なれたら困る。仲間がやられたようだ。気持ちじゃ勝てないぞ。こういう時こそ、えい、星し不信金だ。あ、ヤギオちゃん、今なんて言ったの。いや、だから、えい、星し不信金だ。おい、ヨーナ、この口を狙うな。肝心な部分をうまく言えないだろ。Yeah!
少し危なかったが、ポジティブシンキングの勝利だな。ああ、ポジティブシンキングって言いたかったんだね。やっとわかったよ。大勝利。この後控えているイカルガ。え、みんなありがとうございます。私は、おいイカルガ、え、卒業試験がなんだ。情けない。なんだって。もう放っておいてください。そんな言い方。そういうの余計な。ちょっと二人。イカルガ、カツラギ、その辺にしておく。え、ほんと、そんなこと。でもこんな状態でこれから勝てるのかな。最高の評価です。どれにしますか？どれがいいかな？ですが、まったく。イカルガさんとカツネーはずっと。じゃーん、到着。あなたたち誰。いや、この世界。え、どういう意味。今はまだ知らなくていい。それよりもなんか困ってるみたいだね。え、まあ、力にならせて。別の世界。なんだろう、悪い。ねえねえ、何に困っ。うん、それじゃっていうことが。なるほど。うん、いいからいいから。それよりも戦うってそこまで言うなら、じゃあお願いしよっかな。行ってきます。しないからな。本気の勝負だ。大事なのは力を一つにすることだよ。力を一つに。そうだ、お前たちが一番得意とすることだ。お姉さん大興奮よ。
者も盛り上がってきたわ。攻め込まれているのか、それを考えるのだ。みんな心がバラバラになってるよ。心がバラバラ。なるほど、そういうことですか。皆さん思い出しましょう、私たちが乗り越えてきた数々の激闘。あの時私たちは心を一つにしていました。やられちまった。まだだ。セミが減ってるわよ。勝てました、イカルガさん。それでいいんだよ。よくわかったよ。やっぱり私たちイカルガさんがいないとダメだって。あ、そうだ、うん、イカルガイカルガさん、もう泣くなって。皆さん、でも私はもういなくなるのです。うん、すごく辛いけど、お前がいなくてもイカルガさんが卒業に集中できるように私たちもそういうね。私はイカルガこんなのことでも私はみんなと別れたくないのです。イカルガさん、私だってイカルガさんとはひばりもずっと俺だって。皆さん、イカルガ、それは反則だぞ。そんなこと言ったら、あたいだって。カツラギさん。揃いも揃って。またそう。でも。うん、そう思う。これでちゃんと恩返しができたね。調子いいです。
のう。皆さん、準決勝が始まる前に言わせてください。はい。卒業は必ずやってまいります。ああ、つまりは、え、となると、確かにひばりはまだ。こんにちは、半蔵の皆さん。次の相手、ゆみち。優勝したみのりたち。え、ほんとね。ああもう、我は、ああもう、独りよがりな願い事は。下船もまだか。いいそれが決まっ、どちらにしても優勝しなければこの準決勝。何が無理やり。うん、でもユミちゃんの気合はすごいよ。みんな油断しちゃダメだよ。行ってきます。勢いで優勝してやるぜ。優勝してもいいですが、もみもみチケットを優勝商品にするのだけはやめてください。大丈夫だよユミちゃん、そんな願いは私たちが阻止するから。商品ですが、こんなのはどうですか？え、何ですか？
教え、そうか、イカルが。そんなわけあるか。残念ながら卒業前みんなで、イバリも大賛成だよ。もちろんあやめさんも一緒ですよ。本当ですか？生きててよかったです。確かに旅行はいいな。温泉もあれば。いや、予備はないぞ。普通。あ、お兄様からメールです。優勝商品だが、で、俺に素敵な結婚相手を授けてくれと。なんでそんなもののためにが。一応申し訳ありませんが、私と仲間たちの旅行のために使わせてくださいと。もう返信がありました。わかったと。ちなみに俺はお腹を壊してしたそうです。極めてどうでもいい情報だな。